宗福寺は、東京都八丈島八丈町、大賀欧に建てられた聖和源氏系、源氏の菩提寺である。西暦1208年に建立された。海山は、源のため友の諸子、二郎丸。浮田秀家の菩提寺でもあり、現在でも供養が行われる。源の頼朝より八丈島を領地として賜って、以来、約1000年間、子孫が暮らしている。また、 生は源氏の末裔でもあり、今でも源政を名乗っている。領主であった玄家当主は現在まで二代目より寺院の住職を兼ねており、三十五代目である。もともと寺院は源のためともの諸子である次郎丸が父の供養に混流した。しかし二代目より地元の寺として開放し、領主と住職を兼ねるようになる。正式には、 西暦1208年に西山と呼ばれていた山のふもとに、高炉山みだじを、二郎丸は建立した。しかし、西暦1400年頃に、西山の噴火により、消失する。西暦1440年に当時外の中心地区であった大里地区において、古式、峰山隆史商院、総福寺として、全州寺院として再建する。西暦五百六十年頃に、 浄土州となり、西暦1930年頃、町の中心部の移転に伴いその近くの中道に移転して、現在に至る。戦後、新政策により、家族制度廃止の影響を受けて、寺院の住職業が本職となる。ありがとうございます。